山賀流の陣外庫じゃ。耳を澄まし、膝を立て、指を折って、太鼓の音を数える松浦子。松浦の太鼓は、歌舞伎の演目。安政三年江戸森田座所演の、三代目、瀬川助庫、三代目、桜田寺助合作、新鬱色墓木染めの十一段目を、明治になって、大阪の三代目、勝玄造が開作したもので、三代目、中村歌六に当て書きされた。 明治十五年大阪角座で初演、全一幕三場。主人公の松浦公は後に三代目、歌六の長男、初代、中村吉右衛門が得意とし、彼の選んだ、修山十首にもこれが数えられている。なお、本作の松浦公のモデルとなった、実在の松浦公、非前平戸藩六万三千国の藩主、松浦重信は、松浦公だが、本作の松浦公は、 松浦公であり、下代も、松浦のと読むのが正しい。両国教の場、編集行きの降る、師走の江戸、徘徊の師匠、宝井企画は、両国教で笹売りに身をやつしている。赤楼市の大高言語に偶然出会う。言語は、使用という配合を持つ企画の門人でもあった。久しぶりに会った言語は武士を捨ててひっそりと暮らしたいという。気の毒に思った企画は、 松浦公より廃稜の羽織を言語に譲り、何かあれば、いつでも相談に乗る胸を告げる。しかし風流の心得を忘れてはいないだろうかと、年の瀬や水の流れも人の身もというホックを言語に、向けると、言語は、アスマタルルその宝船という付け句を介して立ち去る。標然と去ってゆく言語を見送りながら、企画は、言語の読んだ付け句の意味を測りかねる。松浦邸の場、 編集その松浦公もまたその角に指示するほどの風流大名で、この日も判定にその角を招いて区会を模様していた。この判定には、その角の口利きで言語の妹、おぬいが方向に上がっていたが、おぬいがちゃうそこに、企画が昨日両国橋で言語に出くわしたこと、そして言語は今、竹笹売りをしていることを話すと、松浦公の機嫌はさらに悪くなってしまう。 何を、ぐずぐずしているのだ。孔介の助めはこの平坊にいるというのに。松浦公は、かつて軍学者、山賀祖公のもとで同門だった、大石倉之介が、いつまでたっても隣の吉良邸に打ち入らないことに、苛立っていたのだ。その上、健吾は武士を辞めて、今は竹笹売りをしているという、腰抜けめ。そんなものに連なる、奉公人などこの屋敷にはいらぬわ。 松浦公の怒りは増すばかりで収まる気配もない。やむなくその角は、おぬいを伴ってひとまずその場を退去することにした。帰り際企画はふと言語が読んだ付け句を思い出して、口にする。すると、その意味がすぐに分かった松浦公は二人を引き止める。そして、言語の付け句を繰り返しつぶやく松浦公の顔に、もう怒りの表情はなかったとの時、にわかに、人大孤が鳴り響く。 驚く企画と縫いを尻目に、耳をすまし、膝を立て、指を折って、太鼓の音を数え始めた松浦公の顔は、今や喜びに満ちていた。山鳥陸六つ、一鈴見六足、天地人の乱表し、この山賀流の妙伝を心得ている者は、上杉の千坂兵部と、いまいち人は、阿公の大石、そしてこの松浦じゃ。言語が残した付け句の宝船とは、 キラテー打ち入りのことに他ならなかった。その打ち入りが今ここに始まろうとしていることを山賀流の神大子が告げている。あだ打ちじゃ、あだ打ちじゃと興奮する松浦孝貴に取られる企画とおぬいにふと気づき、世が悪かったと詫びを入れる。道玄関先の場、編集、助けちじゃ。と、家事小族に身を固めた松浦孝は馬にまたがり、六尺棒を抱えた企画を伴って、 今にも玄関先から飛び出そうとする。ご丹料遊ばしますなとそれを押し止めようとする家臣たち。押し問答の大騒ぎの中に、槍を抱えて飛び込んできたのは、大高言語だった。昨日とは違う殺走とした内入り小族の言語は、付け句に託した本心を理解してくれたことを喜び、光助の助の支給を挙げて、本会を遂げたことを告げる。松浦公は聞き入って、忠義に厚き者どもよ。 朝野殿は、良いご家来を持たれた者よ、能と官類に結ぶ。その角が、塩殿、何か自生の句をと望むと、言語は用意していた短冊を差し出す。山を抜く力も折れて、松の雪、武士として、風流人と、赤楼市のち入りを題材とした歌舞伎の演目には、金本中心蔵の他にも、いわゆる、義士外伝として、この、松浦の太鼓をはじめ、 東海道四谷階段、実録中心蔵、中心連理の鉢植え、赤垣玄造どっくりの別れ、稽古筆七色派、野作の鎌原、本蔵下屋敷、金手本すずり高島、東駅色派日記、四十七国中夜景、中心色派実記などがあるが、その中でも本作は四谷階段と並んで特に上演回数が多い、人気作である。 本作は役者の風格と芸で見せる味わいのある演目である。初代中村吉右衛門は自身が高浜巨子の門人で修山という配合をもらうほどの廃人だったこともあって廃会を主題としたこの本作はことの他お気に入りの演目だったという。初演時は松浦港の場と吉ラ邸の内入りの場を回り舞台を使って交互に見せる演出だった。 本作と登場人物やあらすじがほぼ同じの土屋チカラは本作を明治40年に渡辺家庭が初代中村元次郎のためにさらに書き換えた新歌舞伎で元次郎の芸風と当時の関西歌舞伎の傾向に合わせた派手な演出になっている本作の内容だと松浦は感触持ちで怒りっぽい大立ち回りで周囲を驚かす滑稽な人物のように描かれているが 実際は地元においては、高額の都で、教養人であるとされる。また、本作以外の中心蔵関連の出し物では、その角の門人で、本所松坂町吉良亭の隣に住み、赤老子の討ち入りの際にはこれを陰ながら助けたのは、旗本より愛三千国の土屋地から王子た出しとなっている創作が多い。諸苑寺高台の当たり役、大霊記念長崎県人仏伝。 標報者の生活より、第三症病法教育課山賀祖皇の生涯、祖皇公営の標報学等、松浦家関係文書、松浦清山、講師山、ありがとうございます。